今日の一問一答ですね。介護支援分野。保険給付の手続き、種類、内容という単元になります。保険給付に関する次の記述は、正しいか誤りか答えよ問題。やむを得ない自由により介護保険からサービスを受けられない場合には、例外的に老人福祉法に基づく市町村の措置によるサービスが受けられる。やむを得ない自由により介護保険からサービスを受けられない場合には、 例外的に老人福祉法に基づく市町村の措置によるサービスが受けられるというふうにありますがこれはその通りりで丸になります。介護保険法と老人福祉法というものはこれは介護保険法が優先ということになっておりますので今は高齢者介護というのは原則介護保険というふうになっているわけですね。訪問介護をを利用するににししてても、も、デイサービスを使うにしても ショートステイを利用するにしても、施設入所するにしてもですね、これは今は原則介護券となっております。契約によって介護券を使うということですねで。昔は老人福祉の措置と、老人福祉法の措置というものを使っていたわけなんですね。訪問介護を使うにしても、デイサービスを使うにしてもですね、施設入所なんかするにしても、これは老人福祉法による措置というものを使っていました。で、今でも老人福祉法というものは残っておりますので、 まあ介護保険の契約ですね契約による介護権っていうものがですねあの使えない場合なんかにこののの老人福祉の措置っていうももを使ったりもしますで例えばどういうことかっていうとですね、まあ、契約ができないケースですから、まあ、緊急時っていうふうなところをですねイメージしておくといいかなというふうに思いますが、まあ、例えばですけど虐待なんかですね、まあ、高齢の方っていうのがですねなんか高齢のお母さんが息子さんから虐待を受けているでそれを守ってあげなきゃいけないっていう場合なんかですね 介護を使おうと思ったららこれ契約になりますからお母さんに何らかのです、ね、サービスの契約というものをしてもらわなきゃいけないわけですけど、まあ、そんな悠長に構えてられないですよね、まあ、すぐにお母さんを守ってあげなきゃいけない保護してあげなきゃいけないということですから、まあ、こういった場合に老人福祉法による措置というものを使うわけですね特養なんかに一時的に入所措置を取るということをやったりしますでもう一つのケースというのは身寄,りのいない身寄りのないです、ね、認知症高齢者さんなんかを発見した場合ですね、まあ、この場合っていうのも まあ保護しなきゃいけない。法定は受けない。だけども認証が進んでいるので、えー、契約なんかというのはできないと。契約能力はないとで。身寄りもなければどうしようもないっていう時ありますね。でこういう場合というのも、これ契約できませんから。なので、まあ、老人福祉法の措置というものを使うわけですね。特、ま、養、あ、なんかに一時的に入所措置を取ったりするわけですね。まあ、ただその場合っていうのは、まあ、その措置で終わらせずにですね、まあ、一時的に入所措置を取って、でそこからまあその市町村長がですね、 生年後見制度というものの申し立てをするわけですね。家庭裁判所に審判請求をかけて、生年後見人という人がついたら、その方っていうのが、後見人がですねあの、代わりに契約なんかできますから、でそこから、まあ、介護保険のに移っていくと、まあ、こういうような感じで、えー、流れたりということはありますね、まあ。この辺も合わせて押さえておくといいかなというふうに思います。ということで、今日の問題ですが、やむを得ない自由により介護保険からサービスを受けられない場合には、例外的に、 老人福祉法に基づく市町村の措置によるサービスが受けられるというふうにありますがこれはその通りで丸ということになります今日の一問一答の解説は以上です